はい、生産です。皆さんいつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日も硬筆レッスン帳の10ページカタカナの書き方に入りたいと思います。前回はカタカナのこちらトという文字でしたけれども、今回はエという文字を書いていきたいと思います。それでは参りましょう。エという文字はこちらですね、非常に前回の2と似ていますね。この2に縦の棒線が入ったような形になります。横に書いて中心の真ん中のところに縦を引いて、そして広めに、こちらも2の時と同様に少し反らしていくといいでしょう。少し反らし気味に書くといいと思います。そして最終的にはここに線が書いているように台形になるような形で結んでいくと字が引き締まると思います。それでは特徴をつかみながら実際に書いていきたいと思います。はい、絵という文字は2の時同様に少しだけ反らします。そして真ん中に縦線を、そして広めに、え、これも少しだけ、ほんの少しだけ反らすといいでしょう。そして結んだら台形になるような形で書くといいでしょう。真ん中に、え、同じぐらいの幅出るぐらいがいいですね。え、こちらですね。こちらの、元の漢字の元の字も見ていきましょう。えという文字は分かりだと思います。江戸の江です。こちらが、元の字ということで、この文字がさんずいはこのままですけれども、ここですね、ここがカタカナの江になっています。これも覚えておくといいと思います。こちらの絵という文字ですけれども、例えば下の長さが足りなかったり、ここの中心がずれていたりすると形が悪く感じます。こちら直していきましょう。絵という文字は中心を下は長く少しだけ反らすともいいでしょう。こちらですね。それでは、こちらも5回書いていきたいと思います。動画を止めて書いていただいても結構ですし、動画をそのまま見て目で覚えていただいてもどちらでも結構です。5回書いていきます。え、真ん中を、下は長く、書き順もしっかり覚えましょう。横、縦、
横、え、いかがでしたでしょうか。特徴はうまく掴めましたでしょうか。今回はカタカナのえという文字を練習していきました。次はカタカナのこちらですね、きという文字を書いていきたいと思います。このチャンネルでは文字に関するさまざまな情報を配信しております。1日毎日1文字ずつでも覚えていけば、実際に文字を書くときにとても役に立つと思います。見逃したくない方はぜひチャンネル登録をしていただくととても嬉しく感じます。また Twitter や TikTok、Instagram も頑張って更新してますので、ご興味のある方は概要欄からそちらの方もぜひご覧になってみてください。それではまた別の動画でお会いできる日を楽しみにしております。本日はご視聴ありがとうございました。